神は愛なり神は学なり、とは、新約聖書ヨハネによる、福音書3時16分、第1ヨハネ4時16分の聖句。また、この聖書箇所からの賛美歌、神は愛なりは、日本最初の音楽伝道者、三谷種吉の代表作である。聖書の神は、一人語であるイエスキリストを与えられるほどによ愛され、この方を信じる者は滅びず、 永遠の命が得られると約束している。それ神は、その独死を、賜物不ほどによ愛した参り、すべて彼を信ずる者の滅びずして、永遠の生命を縁ためなり。ヨハネ3時16分、文語訳聖書、我らに対する神の愛を我ら寸でに知り、かつ信ず、神はまななり、愛にいる者は神におり、神も、また彼にいたもを。 ヨハネの第一の書4時16分、文語訳聖書、キリスト教福音聖歌13番、神は愛なり、リバイバル章四47番、神は愛なり、聖百392番、神は一人号を保うほどに、賛美歌、第二編184番、神は一人号、聖百392番、神は一人号、に収録。 1900年の福音昇華では8分の9拍子だが、1909年のリバイバル昇華1967年の賛美歌、第2編では4分の6拍子になっている。1958年の聖歌では4節が中田宇ごのものになり、歌詞も改編されている。これは2002年の聖歌に継承されている。2節目の聖句は、 ローマ教会への手紙5時10分、が灯もして来たりしとき巫女の死に頼りて、神となぐことを得たらんには、まして嘆ぎてあとその生命によりて急晴れざらんや。三谷の娘である三谷幸子は、神様の愛に打たれて、この賛美を作詞した三谷種吉の信仰について説明したにもかかわらず、日本キリスト教団賛美会委員会は、4節を削除した。 この経緯を説明したところ、声楽家、音楽伝道者の今中幸男は四節を、三谷種吉の歌詞で歌うことにした。三谷種吉、日本で最初の音楽伝道者、ただ信んぜよ、坂木原正人、三谷幸子、命の言葉者。ありがとうございます。